三鷹市役所で都内の役所としては初めてキャッシュレス決済とセルフレジが同時に導入されました。これまでは手数料などの支払いは窓口で行われてきましたが、これからはこちらスマホなどでこれだけで済むんです。三鷹市役所で今日から導入されたキャッシュレス決済、電子マネーやクレジットカード、さらに二次元コードなど27種類の決済が可能となりました。またセミセルフレジ、現金自動精算機も新たに設置されました。キャッシュレス決済とセミセルフレジを同時に導入するのは都内では初の試みだということです。かねてからキャッシュレス決済については自治体の課題でして、そこに新型コロナウイルス対策ということでキャッシュレス決済の導入というものが緊急の課題となりまして、それとともにですね、現金の取り扱いもまだまだ多いということで、より感染リスクを減らすためキャッシュレス決済とセミセルフレジと同時導入をすることにいたしました。これによって窓口での年間およそ6万6000件の証明書などの発行における手数料の支払いで、市民と職員との現金の受け渡しがなくなるとともに、証明書の受け渡しまでの時間が短縮されます。利用者はすごく便利になっていいと思います。すぐに簡単に決済できたので よかったと思います。でお金よりも清潔感があるので、こういうコロナ禍なので安心で使えます。なるべく人との接触を避けなければいけない中、こうした取り組みが各自治体でも広がることが期待されます。